はいどうもこんにちは。えー、池早大学新入生のまさみちゃんインベストメントと申します。えっ、ー、とね、今日はあの、うん、株で儲けるには自動車のことを知れっていうことと、自動車のことを知るなら、うん、自分で勉強する方法もいいけど、詳しいやつから教わればいいじゃないですかっていう話をしたいと思います。えっ、ー、とね、 あのちなみに今私右手にドラ焼きを持ってますあの池原大学の先生はあのカルピスを飲むんですけどね途中で喉が渇いたらあの年が取ってくるとなんかあんまり喉の渇きを感じなくなってきちゃってねでまあどっちかちょっと血糖値が下がってきたなって喋ってる時の方が。 酸欠状態というか脳の血糖値が下がったのかなと思ったらこれ食べます、うん、その時はあのご了承ください。えっ、ー、とねそういうわけで、うん、そう例えば、うん、どれだけ、うん、そのあごめんなさいねパリパリ言うてあの自動車産業が経済全体に影響を及ぼしているか一つの 指標っていうかかあれかなこれね30年ぐらい前に聞いた話なんですけど、えー、と日本の場合日本の就業人口20の中20人に1人が自動車関係の、えー、自動車関係の仕事についていると聞きました例えば自動車関係っていうのは自動車のメーカーの人ももちろんそうですしディーラーの人ディーラーのせ営業マン整備士あとねタイヤ屋さんとか部品屋さんとかね あるいいいはあの運転手さんなんななてうううのののももそういうの入ってんのかもしれないですよねあのタクシーの運転手さんトラックの運転手さんなんていうのも自動車関係って言えるんじゃないかなあとレンタカー屋さんとかねそういう形であの日本の20人に1人が自動車関係の仕事についてると。これ例えば日本の場合ですけどアメリカの場合とか言ったらもっとかもしれないですよね出届いたあたり言ったらね。しかもうーん 何人に1人はあの日本車のおかげでリストラされたんだよとかそう思ってるかもしれないですよね。まあ、そういうのもあってトランプ大統領が就任できたとかね選挙を当選したとかそういうことも広げればね例えばだから自動車一つにしても、うん、まあ衆議院の人数からも政治的なこといろんなことが勉強できます自動車。で広く浅く浅知ること、まあ、それには 道路運送車両法を知るとあの皆さんあの国家資格を持ってる方って多いと思うんですよ。ただその国家資格っていうのはえ自動車運転免許証ですねうが多いと思います。あの身分証代わりにそれを持ってるって方もいるでしょうしただその時ちゃんと勉強してるはずなんですよねあの道路交通法については。で皆さんあの道路交通に法については。 たざっっくりととした知識を持ってるとじゃないと免許証取れませんってである程度ざっくりした知識があると細かい高度な知識も入ってきやすいんですよ。でんところがあの自動車関係の法律っていうのはもう一つ道路交通法ともう一つ道路運送車両法っていうのがありまして道路運送車両法は車の構造やうーん点検の方法 なんかを定めています車の構造っていうのは例えばねあの自動車のメーカーに向けての法律も結構あるんですよ。それであの法律ですから法律あの用語が難しい例えばあの一般的にブレーキって言っている言葉も制動装置とかねそういう形で言っているんで非常にあの難しいです。元々 なじみがありそうでなじみがない法律の上に用語が難しいと。それでそれを勉強するのはね、だから用語が難しいから難しいんですよ。で、ど,どうやって簡単に勉強したらいいかっつったら、えー、整備士、国家資格向けの自動車整備士の、あ自動車整備士国家資格向けの、えー、参考、 文献がネット上にもいいっぱいありますし本屋さんにもいっぱい本が並んでますしあの法律だけじゃなくてねあの自動車工学とか自動車伝送品とか自動車材料学とかそういういろんな教科書が実はあってそれで比較的効率よく勉強することができます。でうん私はあの車が好きだったんでそれを勉強しました。だから整備士並みの 何級整備士か分かんないけど、まあ、整備士並みの、うん、知識はありますしあの整備士の方とお話しても話についてきますよね。うん、それで、うん、それ用語とかそういうの知ってるし法律知ってるからあの車がどうしてこうなってんのかっていうの大体分かってるんですよあの。材料学とかそういうのも分かってます。その、えー、それで、うんまあ、それでも そ,れそこから始めてくださいっていう方法もあの投資とかね株式投資とかそこから勉強し始めてくださいっていうのもなかなか大変だと思うんでじっくりじっくりやればいいじゃないですかそれで皆さんね自分の得意分野っていうのは何かあると思うんでお持ちだと思うんでそれを活かしてやればいいんですけどでもやっぱ自動車はね知ってるとね本当とあらゆること分かっちゃうんじゃないかなと思うぐらい。 うーん自動車について広く浅くしてることって大事だと思うんですよ。ほいでね、日本で一番自動車について広く浅くしてる、面白い話できる人って誰かなって考えたら、トヨタ自動車の社長ですね、トヨタ秋夫さんじゃないかなって自分は思うんですよ。ほいでね、2番目はね、俺かな。 <laughs> <て>ね、<laughs> それであのまあそれともかくあのトヨタ自動車の社長の話もそうやって聞くと、ね、投資に役立てるぞと,と思って聞くといろいろ重,重みが違ってくると思いますよ。あのそれであのトヨタ自動車の社長が1、えー、じゃない2019年3月期 決算報告の時に、えー、決算の時に、えっ、ー、と、なんだっけ、SARS じゃなくて、なんだっけ、SARS じゃなくて、ケース、あの c、自動車の CASE c, c、A、SE? SE ですね、えー、ケースっていうのかな、なんかそれについて話したんです。それで大変革期が来るっていう話ですよ。で まあねこれ要約すると全体的に要約すると大変革期トヨタの社長もその大変革期を恐れている備えている今までとは違うぞって結局これ要約したら自動車の株は上がらないぞっていうことですよね。でもまあ一つ一つ細かく 分解してみると、それは上がる株、上がらない株、あると思います。トヨタの場合は、世界シェア一割も持っちゃってるんで、あの、そのね、なて言うんだろうな。う世界シェア一パーセントとか2、二パーセントの会社とはまた違った大きな取り組みをしなくちゃならないわけですよ。あの、例えば、あの、えー、ケースのい、e、いですね、最後のい、e、い。 電動化についても、うん、トヨタの自動車の場合は電動化かららは逃れられないですよねでも小さな会社の場合は例えばアメリカの z e b 規制でも台数いく何台以下は、うん、あの制限がないとかねそういうこともあるんで小さなあのマニアックな車を作ってるところであれば。 そういういいとところは関係ないとだけどトヨタ自動車の場合は特にあそう、うん、コネクテッドとかも関係あるしシェアリングも関係あるしもう自動化も関係ありますね A, A ですねオートオートなんとか、ね、全部すごく関係してきちゃうんでトヨタ自動車の場合はものすごく漆黒ですけど。 他の会社の場合はそれほど深刻じゃない場合もあるしもっと深刻な場合の会社もあるかなっていう感じですよね。例えばあのスバルなんかどうなんだしょうね。あのハイブリッド車最近も出してんですからあれ全部トヨタと共同開発っていうか結局独自独自開発はできなかったとかね。それでえー あのエンジンも水平対向エンジンっていう古い古いエンジンを使ってるんですよ。あれね多分大幅な効率向上は非常それであとその、うん、まあシェアリングとかも、えー、スバル最も最も悪い影響を受けるかなあの要はスバリストとかいう言葉も。 作ってまあアメリカのマーケティングで成功して、えー、数年前2012年から3年ぐらいかけてかな23年かけて株価10倍になった会社ですけどでもそれはあのアメリカそのそんなんでうまくいったかっつったら「スバリスト」っていう言葉も生んだんですけど何て言ったらな「ラ」うん。 何て言うんだうなやっぱ一台一台車に愛着を持ってくれって感じですかねそう,そうするとその車をシェアするとかなんとかとは全く正反対の方向で車を作ってたんですよねう作ってたっていうか車を売ってたまあそういう面でもダメあと電動化技術もないねでうんで、うん、あと自動化自動化はね あのト,ヨトヨタチね「あのスバルのアイサイト」っていうのはすごくすごく良かったんですよ。あのうん、もうスバルよスバルのインプレッサーとかいろんな車ありますけどその車種車種名を指定しないでスバルのディーラーにお客さんが「スバル車を買いに行くんですけどスバルのアイサイトをください」って買いに行くってあの。 インプレッサーくくくだだささいいじゃなてレガシーださいじゃなくて愛されてださいって,いて,イイいってあの買いに行くぐらいあのすごいね一時期すごい性能も良かったですよねで目のつけどころも良かった安全性あのうんでももうそれもねちょっと性能差も他の会社が良くなってきちゃってなくなってきたのとあとこれからの自動化っていうのはその うん、ここ何て言うんだうな自動化っていうのは運転手主体でそのブレーキを自動,でブレー自動でかけてくれるっていう自動化じゃなくて、えー、運転手がいらない方面の自動化がこれからの主体になっていくんでこれもあんまりねどうなのかなっていう感じですよね。それであまあうん、今度そのケースのい,い方 いい,方ですよね、いい影響を受ける方で電動化電動化なんていうのはえー、っとね、えー、トヨタはトヨタは数年前2017年だと思いました確かデンソーとマツダとトヨタで、えー、電気自動車の技術のあ共同出資して電気自動車 のをを共同開発する会社を作りました何だっけななんとか EV なんとかカットっていう会社を作りましたそれでねこれがあのー、まあ会社の規模から言えばトヨタが圧倒的に大きいんですけどでもその電動化の技術はマツダの主導で進んでいると。 言われてますそれでまあトヨタなんかもこれから独自でその会社と関係なく独自で、えー、EV を出します。マツダもうんその会社とは別でマツダ独自で EV を出します。だけど、えー、その基幹技術っていうのはその共同開発共同開発の会社のものを使っています。だからあの うん、独自開発とはいえ大元の一番大事なとこはその共同開発の会社で作ってるとでしかもその技術は松田の主導で進んでいる技術開発は松田の主導で進んでいるとこれちゃんと何つうんだろう,うーんネット上のちゃんとした自動車評論家だか何評論家だかわかんないけどちゃんとしたの,人の記,事記事に出てます。うん ででそれが、えー、いいただねあのー、あれですよねそのトヨタの社長の話はうーんだからまあ他の自動車メーカーの人からすれば「おいやめてくれよそんな話しないでくれよ」っていうとこもあったかもしれないですよね自動車メーカーは儲からない基本的に儲からないってって。 感じですただ自動車の形が変わる時にあの、うん、自動車は全産業の中ですごい大きい産業で例えば今までもあの1960年の頃から、うん、数十年ですよねそ,その時に自動車が変化してきた。例えば それまでパワーウィンドウとかついてなかったのがパワーウィンドウがつくようになり、えー、エアコンが標準装備になりいろんな装備がついてきたんですけど例えばそのパワーウィンドウ一つにしても、うん、まあフォードはセダンであれば4つのドアに4つのモーターがつくとそれでその他うーんかドアロックソレノイドあの ドアロックも自動でポツンとなりますけどあれなんかも、まあ、モーターですよねそういうそうするとねもう自動車でモーターってあんまり使ってなかったんですそれまではセルモーターぐらいしか使ってなかったのがものすごい数モーター使うようになってきたんですよ。で結構ねその数えるとすごいんですよ。例えばドアミラーの中もドアミラーはこの角度調節できるんですけどそれも。 いろんなところにモーターが使われまくってそれでいまだに若干増え,増える傾向になってますよねだあの例えば電動パワーステなんていうのはほぼ当たり前になってきたあれもモーターですねモーターだらけでそのモーターが増えるたびそのモーターの需要が爆発的に増えてったわけですね。でそののモータータ関係の株を買って で今度もねあの本、ー、当小さい変化で自動車の小さい変化でその業界は大きく影響を受けて例えばま世界的 SUV ブームじゃないですかだから SUV ブームで、えー、要はまず燃費の話すればあのスタイルが変わったことで空力が悪くなって燃費が。 確実に悪くなりますね同じエンジン同じパワートレインを使ってそれで SUV っていうだけで燃費が多分5%ぐらいは悪くなってんじゃないのかなきっとね。まあそれはあの例えばマツダであればマツダスイートマツダ、C、x 3 0とかねああいうのの燃費を比較すれば分かりますけど。 確実に燃費が悪くなると結構空気抵抗とか大きいんですねそれであと履いてるタイヤも違うとかまあそれで結局それで何が違うかっつったら世界のガソリンの使用量が数パーセント増えちゃうわけじゃないですか世界的 SUV ブームで。せっかくね燃費が良くなってきたと思ったら数パーセント戻されちゃうわけですねそれでね。あのエンジンジなんか なななかなか燃費が良くなるエンジンの効率って上がらなかったのは本当 0. コンマ何ポイントとかね上げてきたのが、うん、SUV ブームで数パーセント燃費が悪くなってしまうと。でまあそれも大きな影響だからそれで例えば前も言ったかもしれないけど SUV ブームでタイヤが一回り大きくなってそのタイヤ一回り大きくなった SUV SUV に用のタイヤを中国で生産するために新しく工場を作ったとかなんとかねそういう会社もあるでしょうしだから SUV ブームが長く続くと呼んだ会社とあるいはすぐ終わっちゃうんじゃないかと呼んだ会社とかねそういうのでも、うん、株どっちの株を買うんだみたいなそういう選択ができると。だから自動車が うん、あ儲かんないからその自動車の知識が無駄になんないですよねむしろ役に立つ自動車大変革期だから自動車のことよく知ってる人は株で大儲けできるってのうそれで,あの、うん、そので自分でその自動車の勉強するのが面倒くさい人はその多分多分ね日本で最も広く 浅い自動車の知識を持っているトヨタ自動車の社長の話かあるいは俺の話かなど,どっち聞いた方がいいかなまあそれあとそれ,それともかくあの例えばあのね鈴木の今の現会長、うん、1990年頃に、えー、雑誌社の、えーえー、取材に答えて。 出たんですけどその時1990年ですよその時はまだね中国で、えー、自動車の台数が少なくて自転車ばっかりの頃それで、えー、例えば中国って2000年の頃200万台ぐらいだったのかな自動車の販売台数って今は 2000, 2000万台超えてるでしょきっとね。だから 20年で10倍とか10倍以上に増えらそれでまあその1990年の時点でまあそれはえー、っとね中国の経済発展というのは自動車メーカーだけじゃなくていろんな人があの言ってたんですよそれについては。で自動車メーカー、うん、その鈴木ですよね今の鈴木より小さかったかもしれないですよね。その鈴木の社長は 中国で本格的に自動車使うようになったら石油が足りなくなっちゃうぞってそれを心配してたんですよ。それでそのせいかどうか分かんないですけどスズキ自動車は、えー、最近ですねあの中国市場から撤退して前はガンガン売ってたんですよ。それだけど中国市場から撤退してインド市場に注力してますね。で うんその石油がなくなるぞって心配されてた中国はどうしたかっつったら中国自身が一番心配してたと思うんですよあの自動車だけが増えて石油が足りなくなれば、まあ、ガソリンが足りなくなれば高い石油を要は中国の需要が増えたっていうことで石油が高騰しちゃいますからそれで高い石油を輸入しなくちゃいけないだからそれは避けたいだから電気自動車を増やしたわけです。 ね、あの環境のこととかあんまり考えてないですよあの。京都議定書とかね、だったら批准してんじゃないかなっていう話ですよね、そ,のそれ以前に、まあ。とにかく、うんあの、鈴木自動車の社長、当時社長さんも、うん、何十年後の世界の状況っていうのをちゃんと分かってたと。 いうことですよねそれで今では、えー、インド市場で大儲けしてハイブリッドもトヨタと違う仕組みの独自ハイブリッドを開発してそれも新興国に向けて要は技術と市場が合ってるってわけですねだからやっぱりねあのー、その自動車メーカーの社長の話を聞くべきですね誰でもいいっていうわけじゃないただ トヨ私はトヨタの社長あたりがいいのかなと思いますじゃなければ私の話かなって感じですね。えそれでだからあのうんいろんなとこで発言をしてんじゃないですかあの入社式でいろいろ言ったとかねあそういうのをよく一つ一つ、うん、何回でも聞き直してでそれを頭に叩き込んどけば。 あなるほどこういうこと言ってるのかなって分かるような気もしますそれで結局大儲けできるってことですよね、えー、以上一応ですね今日はこんな感じではいどうもありがとうございましたどら焼きはこれからね録画を終えてからゆっくり食べますはいじゃあなぼ失礼します